3x3.exe ファンの皆様、こんにちは。竹本タクシーです。今回もプレミア TV はですね、ニューチーム編ということで、2021シーズンから新たに参入した6チーム、こちらに話を伺ってまいります。前回はですね、湘南シーサイド .exe、そして調布シープ .exe、この2チームに参加していただきました。まだ見ていただいていない方はこちらをチェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは第2回目ということでニューチーム編、本日こちらの2チームに参加をいただいております。まずは、秋田スティーラーズ .exe からチームオーナーの亀山聖華さん、そしてプレイヤーの今泉拓磨選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。そして福岡ユーアモンスターズ .exe から阿藤修二選手、そして秋山圭也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おいいですね、はい、ファイティングポーズいきなり出てます。ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、選手の皆さんにも参加いただいておりますけれども、実際にプレイヤーの皆さん、なんかこう対戦した過去があるとか面識というのはありますか？今泉さん、秋山さん、阿藤さん。僕はですね、阿藤さんもちろんご存知で、同じ東京で活動してる仲間がおそらく阿藤さんの後輩かなんかで、一方的に知ってます。なるほどなるほど。対戦とかされたことあるんですか？わー、ないですね。初めて、まだないです。なるほどなるほど。じゃあこのリーグでもしかしたら初対戦にかもしれませんね。そうですね、楽しみにしてます。ということで本日はですね、プレイヤーにもチームについてですね、さまざまな話を伺ってまいりますけれども、チームオーナーである亀山さんにもいろいろな、ね、例えばプレミア参入をなぜ決めたんでしょうかとか、いろんな話を伺ってまいりますので、楽しみにしていただければと思います。始めていきましょう。 3x3.exe プレミア TV ニューチーム編、レッツゲストーリー。まあ、2つこう分かれて、はい、大丈夫です。ここからは各チームにお話を伺ってまいります。まずはチームの本拠地について聞かせていただきましょう。まずはですね、秋田スティーラーズ .exe から伺ってまいります。秋田県のニカホ市ということで、これまずはなぜニカホ市を選ばれたんでしょうか。ちょっと亀山さんに伺ってみたいと思います。いかがでしょう？はい、もともと秋田県の能代市の方、バスケの町能代ということで、能代に設立したいなと思っていたんですけれども、秋田県全域をこうカバーしていきたいっていう理念のもとだったので、ちょっと拠点はもっとこう都市部に寄った方がいいのかなっていうところもあって、見直したところでもあったんですけれども、でその中で三ヶ星って山形との県境なんですけれども、その部分で山形のチームとかもいろいろ取り込んでいけるかなっていうのもありましたし、5人制のバスケがなかなかできていない、部活単位で成り立ってないっていうところもあったので、3人制のバスケを普及させるにはぴったりかなっていうところで拠点を三ヶ星にしました。もちろんその秋田県、先ほどね、能代という言葉が出ましたけど、まあ能代工業高校、まあ今名前変わってますけれども、まあバスケットが非常に盛んな県というねイメージがやっぱりありますので、チームを作って今の段階でも皆さんのこの目線っていうのは結構こう強く感じるというか、そういったことってありますか、やっぱり？はい、でもやっぱりまだ都会と違って 3x3 が普及全然進んでないので、バスケといったら5対5っていう方が大きいので、はい、まだまだこれが3人制なんだそれっていう方が多いかもしれないです。あ、逆に皆さん興味持ってもらえるところかもしれないですよね。何それっていうところからやっぱりその同じバスケットボールとしては興味はあると思いますね。では続いて福岡ユーアモンスターズ .exe にちょっとお話を伺ってまいります。福岡県福岡市ということで本拠地伺っております。なぜこちらを選ばれたんでしょうか。阿藤選手、ちょっと教えてください。まあ、僕としては都道府県別で言えばバスケが盛んな都道府県ナンバーワンは、まあ福岡県だとは思っておりまして、はい、まあ、ただそこがやっぱりまだ高校生の 5-on-5 までがナンバーワンだと思ってるんですよね、うん、なるほど。それ以降になってくるとやっぱり福岡県がナンバーワンなのかって言われるとやっぱりちょっと違うのかなって
まあ、思っているところでもありまして、注目はされていると思います。 3x3 のチームが福岡にいよいよできたぞっていうところで注目はされていると思うんですが、はい、逆に速攻との戦いでもあるのかなと思ってます。僕らは、まあ、福岡県の 3x3 にユアモンスターズありって思われる存在にならないといけないと思ってますので、まあ、とにかくやっぱりそのバスケット王国と呼ばれるところにチームを作っていただいて、そこに所属するっていうところに対してはすごい誇りを持ってますね今。秋山選手いかがですか、この福岡のチームこの所属するっていうことは何か思いとかありますか。思いですか。はい、はじめじゃん。やっぱ重いですか。はい、あの福岡の大学生っていうことで。はい、そうなんですね。そうなんです、福岡の大学生で日本経済大学ってところに在学してるんですけど、はい、その例えば、はい、秋山選手がその福岡 の, あの学生さんという立場からこういう新しい、はい、チームが福岡にできたっていうのはどんな、なんか思いというか印象を受けましたか。はい、なんか、はい、やっぱりバスケ自分も3人制は全然詳しくなくて5人制の方ずっとやってたんで、福岡になかったのもびっくりしたし、3人制のこのなんていうんですかね、まあちょやばい、マジすいません、ちょっと大丈夫です、全然大丈夫、全然大丈夫です。TV ってこういうのがあるから面白いんですよ、うん、学生なんでちょっとあまだですみたいな、でそれを結構ファンの皆さんが覚えてくださって、あの会場で話しかけてくれたりとかってあるので、ありがとうございます。これは話しかけてください。あれと美味しいんですよ。美味しいんです。美味しいですか。彼は美味しい。皆さん彼は今美味しいんです。美味しい。ありがとうございます。はい。では続いてはですね、秋田さんにお伺いしましょう。このチームロゴ、そしてチームカラーネイビーだと思うんですけれども、この辺はどのようにして亀山さん決められたんでしょうか。チーム名については、はい、星と力強さを表す鋼鉄のスチールっていうのを組み合わせたもので、星っていうのが地域と地域やファンと行政だったり企業だったりチーム選手5人5社が手をつないだような形になるのが星なので、みんなで力を合わせて地域をより良くしていきましょうっていうような意味を込めています。でチームカラーの部分は星空みたいなイメージをしていただくと分かりやすいかなと思うんですけれども、はい、チームに関わる人たち全てを、例えばトレーナーさんだったりとかデザインしてくれる方たちだったりとか、そういった人たちを輝かせたいっていうところの意味を込めてます。あ、そうなんですね。これロゴにはあの剣と盾のようなものもありますが、これは何か思いがあったんですか。あるんですけど、なんでめっちゃド忘れ、大丈夫です大丈夫ですそれ聞かれると思わなかったじゃあ続いて福岡さんにお話を伺ってまいりますけれども、この、はい、福岡 youaremonsters.exe のチームカラーブラックとゴールドの2色ということで、このチームロゴ、はい、非常にこの、ね、斜めでかっこいいんですけれども、どうですかこれ最初見た時のこの印象とかチーム名ってパッとなんか思ったことありました。いやあの最初にロゴ見た時はなんか普通やっぱかっこいいなっていう、はい、かっこいい。であと名前はあのモンスターズじゃないですか。はい、モンスターズってやっぱ、ま、シュージさんもなんですけど、まあうちのチームにいる人たちみんなモンスター級の選手なんではい、なんかやっぱ合ってるなみたいな思いましたね。ご自身もあれですか、ちょっとその先輩たちモンスターズに近づかないといけないなみたいなことって思いました。いや僕はモンスターズ、あモンスはいいやでももう彼には期待してもらって全然大丈夫です。あ本当ですか。あのすごいですよ本当に。なるほど、モンスターです、はいじゃあ続いて両チームにお聞きしたいのは、参入した経緯とか、あとなぜこのプレミアに参入しようと思ったか、このあたりを伺ってまいりたいと思います。ではまず秋田スティーラーズから伺ってまいりましょう。
まず参入したこの経緯とか、なぜプレミアに参入したと、参入しようと思ったかを亀山さん教えていただけますでしょうか。秋田県をスポーツで盛り上げていきたいっていうのがもともとあった思いで、で、なんだろう、スポーツ、プロスポーツって言って、5対5で言うと、秋田ノーザンハピネッツさんだったりとか、あとサッカーも今 J2 にこう昇格したチームがあったり、結構サッカー、バスケ、ラグビーとかって、プロの世界も割と盛り上がってるんですけれども、そういったところでもっと気軽にこう、なんだろう、目指す、はい、身近なヒーロー的な存在があってもいいなっていうところで、3人制だと、なんだろう、プロとはいえ、普通に日常生活を送ってるのが目に見える、例えば宅配の兄ちゃんとかなんかそういうのもあったりするので、すごい身近な存在だなっていうところで、3人制のプレミア参入したいなっていう感じで、はい、あ、そうなんですね。皆さん、この亀山さんはですね、25歳という若さでこのプレミアのチームオーナーとして参戦されておりまして、これ女性は初なんですよね。高校卒業後には公務員として勤務されていた経歴もあるということで、これこのきっかけがあったからこのプレミア参入決めたっていうきっかけってあったんですか。もともとあれですよね、鳥取ブルーバーズでちょっと携わってらっしゃったこともあるんですよね、はい、その頃からやっぱりちょっとで自分で立ち上げたいっていう気持ちはあったんですか。そうです、最初は全然なんだろう、そういうチームに所属したいなっていう感じだったんですけれども、結局なんだろう、思いをすべてなんだろう成し遂げるってなったら、またそこのチームで色が違うので、じゃあ自分で立ち上げようみたいな感じです。なるほど。今泉選手はどんなところが魅力、この秋田スティーラーズに加入されたんですか。そうですね、私も実はなんだかんだプレミアム4シーズン目になるんですけど、はいはい、なんかプレミアの選手たちも活躍ができるかというまだ全然できていなくて、でその中で昨年は他のチームでプレーさせていただいたんですけど、やっぱり今期はその、新規一点、本当にこうゼロから、3x3 にこうチャレンジをしたいなっていう思いが本気であって、でその中で、秋田スティーラーズっていうチームができたっていうのを知って、チームのこう理念だったりとか、私もこう、身近なヒーローって結構かっこいいなと思っていて、なんか本当にそういった地域貢献っていうのをなんかいろんなこう形で体現できたらなっていう思いに惹かれたっていうのが一番ですね。それでは福岡のお二人もちょっとお伺いしていきましょう。選手のお二人にはなるんですけれども、はい、チームの参入動機をご紹介いただきたいのですが、秋山選手いかがでしょうか。はい、大丈夫です。はい、参入経緯についてなんですけど、バスケットボールというスポーツが、盛んな地域性のある福岡から、福岡におけるさまざまな社会課題をバスケットボールというコンテンツを地域のアイコンとして活用して活動していくためです。なるほどな、はい、ありがとうございます。ちなみにこの他のリーグにはないこのプレミアの魅力などなどはどのあたりにこの一番惹かれたんでしょうか。そういうのってなんかありますか、思いとかは。僕はもう3対3だったりストリートバスケって言われるような現場にもう14年目になるのか、その辺をうろちょろし始めて、20歳の時からその辺そういう現場をうろちょろしてるので、そうですね、もうなんでしょうね、もう本当ずっと好きだから分かんないんですけど、もう何が魅力だって言われても、バスケも好きです。バスケも好きだし、3人制のバスケもすごく好きだし、本当に別物としてすごく好きですし、はい、本当に一つとしても全然バスケットボールというものとしても好きなんですけど、3人制というものとしてもすごくバスケ愛しているので、もう全然別にその参入するに対して何かありましたかって言われても、別になんかもういや普通もういつでもずっとしたかったっていうのが僕はですね、はい、本当にそれが一番かもしれないですね。わかりました。ありがとうございます。では続いての質問、皆さんいきたいと思います。続いてはですね、チームとして
今活動していること、そしてしようと思っていることについてお伺いしたいと思います。はい、まあ、秋田としてはですね、はい、まあ、正直先ほどオーナーもあった通り、今その秋田、まあ、東北にいる選手と、まあ、あとはその、まあ、関東にいる選手と、まあ、2つこう分かれて、まあ、いるのですが、まあ、その地元にいる選手に関してはやっぱ地域貢献という形で、例えば本当にこう、まあ、3X の選手が、町の商店街のイベントにこう一緒に参加をしたりという交流だったりですとか、あとやっぱりこう秋田って、まあ、個人的にはやっぱバスケットは盛んですけど、まだその 3X ってこれからだと思うので、まあ、3X のイベントを、まあ、その、まあ、市を巻き込んでやっぱりこういろいろ活動していきたいなと思います。まずはその認知活動っていうところで知ってもらうっていうところが大事なので、なんかそういった、まあ、交流を深めていきたいなっていうのは思いますし、あとはそうですね、まあ、私は今県外から秋田参入してるんですけど、やっぱりまた SNS でいろいろこう情報を発信できると思ってるんで、まあ、逆にこう、まあ、秋田に住んだことがない我々が、まあ、秋田にこう行ってみてめちゃくちゃうまいもんあるよとか、ここいいよとかっていう魅力を発信して、なんか一人でも多くの人がなんか秋田っていい街だな、旅行行ってみようかなみたいな風に出るような活動を、まあ、していきたいなと思ってます。あ、素晴らしい、ありがとうございます。では続いて福岡のお二人にもお伺いいたしますけれども、これから活動をしようと思っていること、しよう、いろいろこんなことしたいなと思っていることありましたら教えてください。秋山さん、いかがでしょうか。そうですね、まず、まあ、できたばっかなんで、認知度をやっぱ上げないといけないんで、はい、そうですね、まあ、いろいろボランティア活動とか、まあ、できることは何でもやって、そうですね、はい、まあ、認知度を少しずつ上げていって、まあ、応援に少しでも来てくれる人が、まあ、増えればいいかなっていう気持ちではあります。それでは続いての質問いってみましょう。今後どんなチームにしていきたいかを伺いたいと思います。ではまずは秋田の方から伺ってまいりますけれども、亀山さん、すでに参入しているチームでこう参考にしているチームとかってあったりするんですか。はい、みなかみタウンさんとかはすごく毎回参考に勉強させてもらっていて、多分拠点のみなかみ町の人口とかそういう規模的な部分でいうと、ニカホシと多分そんな大差ないような場所なんですけれども、そんな中でもで、そんなにバスケが人気盛んっていう地域でもない中で、かなり地域に根付いた活動されてるなっていうところで、すごくいつも勉強させてもらってます。それでは福岡のお二人にも聞いていきましょう。参入して、すでに参入しているチームの中でも参考にしているチームなどなどがあれば、秋山さん教えてください。僕はそうですね、まあでも、そうですね、3人制のバスケに入ったばっかなんで、まあ、僕からしたら全てのチームが、まあ、はい、そう見本になるし、全部、そう、はい、うん、そういうことです。はい、今その3人制の例えば YouTube の映像だったりとか、はい、そのライブ配信などなどを見た中で、あ、このチームはちょっと現時点で対戦してみたいなってあります？いや、ないですね。全部戦ってみたいです。もう今後経験していく中でもっともっと、はい、あれですね、広がっていくってことですね。そうです。ありがとうありがとうございます阿藤さん、いかがでしょう。このチーム参考にしてるよとかありますか。それとももうこの福岡ならではの独自のものを作っていくよという感じですか。作っていくっていうところで言えば、もちろん独自のものを作りたいとは思ってるんですけど、と対戦したいチームと好きなチームっていうのが僕はあって、お、はいはい、好きなチームは忍者ヤーズで、あ、どんなチームが好きなんですか。僕もとにかくもう同級生なんですけど、柏のファンなんですよ。わかりますとにかくもうずっともう柏を、まあ、歌詞の、まあ、ことがすごい好きだし、タバスコのこともすごい好きだったし、でもやっぱプレーを見たら、忍者ヤーズのプレーっていうのは、まあ、日本人だけでサイズもない中でみんなで頑張るっていうようなプレースタイルで、まあ、やってるのは見てきて、まあ、やっぱり映像で見ても、まあ、やっぱ花もあるし面白い
からやっぱり、まあ、彼らのことはすごい好きなんですけど。そうなんですね。まあそれがまあ好きっていうふうに思ってるチームで、対戦したいチームはもうカラツってオブラツ。ああ、もともとご自身がプレーしていたチームですね。そうですね、もう本当にもうこれはもうポジティブな意味で、僕の成長を見せないとって思ってますね。なるほどなるほど。あと同じ九州というところもやっぱりあるんですか。そうですね、やっぱりまあそういう意味ではまあやっぱりまあ絶対に負けたくないっていう気持ちはありますね。まあ、まあ本当に対戦してみたいっていう、対戦したいっていうよりは、まあ勝ちたいなっていうふうに思ってるっていうところは強いかもしれないです。それでは各チームに最後にですね、 3x3.exe プレミア参入初年度への意気込み、そしてこのチャンネルを見ている方へのメッセージを一言ずついただきたいと思います。まずは秋田スティーラーズ .exe の今泉選手からお願いできますでしょうか。はい、まあ、秋田スティーラーズは今年新規参入ということなんですけど、まあ、チームとしての目標は、まあ、最低でもカンファレンスで、まあ、プレーオフに進出をしたいと思っております。まあカンファレンス的にも本当にめちゃくちゃ強い宇都宮さんだったりとか、老舗のチームっていうんですかね、まあ、たくさんある中でやっぱりこう新規チームがどこまでこうプレミアムリーグでこう戦えるのかっていうところって今後の、まあ、新規チームの一つのこうステータスになってくると思うので、まあ、そこは、しっかりとプレーオフをまず目指してやっていきたいと思います。あとはその秋田は本当に、まあ、いい街だと思いますし、まあ、今ってこうコロナ禍でいろいろある中で、まあ、SNS を通じてたくさんこう発信をして知ってもらえる方ってあると思うので、まあ、本当に見てる方にはですね、こう身近なヒーロー、まあ、秋田はこう身近なヒーローがこう6人いるみたいな。でこうどこに行ってもこう声かけやすくて、こうみんなに本当に、3X を楽しんでもらえるようなチームにしていきたいと思うので、ぜひインスタ、ツイッターチェックしていただいて応援していただければと思います。はい、ありがとうございま す。続いて亀山さん、よろしくお願いいたします。はい、カンファレンスの話とかもあったので、ちょっとそっちから離れた方向で、秋田初の、まあ、参入ということにはなるんですけれども、県内だけではなくって、もう全然東京の人だったら東京の人でも秋田に興味を持ってもらうきっかけの一つになってもらえたらなっていうふうに思ってるので、バスケを通じて、それこそ YouTube とかでもバスケ以外の部分でもいろいろ露出していきたいなとは思ってるので、ぜひチェックと応援をお願いします。はい、ありがとうございます。続いては福岡ユーアモンスターズドットエグゼのお二人にも一言ずついただきたいと思います。まずは秋山選手、お願いできますでしょうか。はい、目標、まず目標みたいな感じで、応援していただく行政、パートナー企業、ファンの皆様への、感謝を持ってオンシーズンもオフシーズンも笑わないでください。頑張れ頑張れ努力を惜しまず精進していきます。はい、あとインスタとかツイッターも良ければなんかいろいろ載せるみたいなので、まあ、見てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では阿藤選手、お願いします。そうですね、カンファレンスの中で好成績を残してプレーオフに、出たいなと思っているのと、まあ1年目のシーズンの、チームとして、もちろん強くありたいと思ってますけれど、愛されるチームを目指して、バスケットもバスケットじゃないところも、責任を持って、プロフェッショナルとして行動していきたいと思ってますし、それで、福岡のたくさんの人たちや九州の人た方々に、You are Monsters っていいチームだね、 You are Monsters に入りたいねって思ってもらえるような、チームを目指して全力で精進してハッスルしていきたいと思っております。ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、秋田スティーラーズ .exe から、チームオーナーの亀山聖華さんと、プレイヤーの今泉拓磨選手、そしてですね、福岡ユーアモンスターズ .exe から阿藤俊樹選手、そして秋山圭也選手にご参加いただきました。皆さんありがとうございました。
ございました。ありがとうございました。各チームの SNS ホームページ情報はですね、概要欄に掲載しておりますので、ぜひ皆様チェックをしてみてください。こちらですね、よろしくお願いいたします。はい、プレミア TV、ニューチーム編はあと1回予定しておりますので、ぜひ次回も楽しみに待っていてください。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。